四川救済横領空港は中華、人民共和国四川省阿波チベット族ちゃん族自治週末半県川州自治に位置する空港。一般には、救済横領空港、旧王空港と略される。救済溝と横領への玄関口である。生徒総流国際空港から 240km 離れている。2009年現在、成都をはじめとして、重慶。 北京、上海、甲州からの便がある。年間利用者数は1559,117人。生徒総流国際空港からの飛行時間は、わずか40分であるが、正規料金は1,080元。夏季のシーズン中は、割引料金でも980元前後と、世界的に見ても高額な運賃設定である。それでも、冬季以外は、 全便がほぼ満席状態であり、航空会社にとっては、経費の3から4倍の収入があるドル箱路線となっている。ただし、シーズンオフは、半額以下の割引運賃も存在する。中期上遊道路と、滑走路チェックインカウンター出発ロビー地理的に、気象条件が悪く、霧による視界不良や気流の不安定による、運行スケジュールの乱れが頻発している。 空港の所在地は、海抜3447.65メートルである。これは中華人民共和国では、稲城アテ空港、チャムドバンダ空港、ダルツェムド空港、ガリ空港、ラサクンガ空港に次いで6番目に高い。このため空気が薄く、離陸に必要な揚力が得にくいため、空港の規模に不釣り合いな3200メートルの、長大な滑走路が設けられている。 総面積4388平方メートルの2階建てのターミナルビルを持つ。自然光を取り入れた明るく広々とした造りで、レストラン、売店、各種チケットカウンター、ATM などの設備がある。外観はチベットの伝統的な建築の衣装が取り入れられている。トイレは等々性標高が高いため出発エリアの待合室には、 有料の酸素吸入装置が設置されている。駐車場にタクシーが待機している。空港発の料金は行き先によって定められている。下季は午後8時30分まで、冬季は午後6時30分までの運行。ワンボックスカーで運行され、乗客が4から5人揃えば発車する。C 表は正午までの出発に限られるので注意が必要である。 いずれも2013年7月現在の就航都市である。ありがとうございます。